はい、速稼塾の久保です。今回、山ちゃん食堂さんが札幌一番塩ラーメンのね、動画を撮ってくださいました。これはお湯の中に塩ラーメンを入れて、そしてスープを作って、で、トッピングをちょびっとしてね、で、食べるところ、そして食べ終わってありがとうございました、ごちそうさまでしたってところまでを5分ほどにまとめてくださるんですけども、ここで私からのアドバイスなんですけども、この札幌一番塩ラーメンがね、どのぐらい好きなのかってことをやっぱりね、伝えていかなくてはならないんですよ。特にこれ顔出ししないんで、表情でね、好きさを示すことができませんから、文章とかそれから音声でいくしかないんですよね。で、今回音声的なものはほとんどなかったんで、テクスチャーをね、文章をこうやって乗っけてましたよね。そうすると相当なライティング能力か、もしくは画像のねデザイン能力が必要になってきますんで、ここら辺をちょっとこだわっていきたいなというふうに感じますよね。例えばこういうことなんですよ。私は今まで年間で1000食ぐらいラーメンを食べてるんですけども、一番多いのが 60% ぐらいはこの塩ラーメンなんですってことをグラフで示したりとかね、業用式やってみると、あ、相当好きなんだなと。ラーメン1000食食べる中で6割が札幌一番塩ラーメンなんだ、なるほどとかね、やったりとかね、もう年間で何万円ぐらいねその塩ラーメンに使っちゃうんですみたいなことやったりとか、あとはどうして塩ラーメンが好きになったのかなっていう風なこの幼い頃のエピソードとかね、こういうきっかけがあったんですみたいなのを何点かこうやって入れていくと、それを見た視聴者さんが、あ、その気持ち分かるわみたいなんで、今日なんですか、共感してくださってチャンネル登録をしてくださるとかね、シェアをするみたいな、あ、この人のラーメンが大好きな気持ち私も分かりますみたいな感じで SNS に書いてくださるみたいなことが起きるんではないかなと思うんですね。そういう風にですね、やっぱり演出ってのができるかなと思うんですよ。でもちろんこのままでもいいんですよね。このままでもそのままこのねシンプルなシリーズをいっぱい続けてもいいんですけども、おそらく札幌一番塩ラーメンのネタで動画を300本作ってくださいって言ったらネタに詰まると思うんですよね。でも私が言ったような演出を入れていくことによって、同じ塩ラーメンを作るのでも演出次第で何百通りもできていくんですよ。それこそ無限にできるんですよ。これからね、この演出の種類をどのぐらい作っていけるのかなってことに、ちょっとね思いを馳せていきながら、この山ちゃん食堂さんのね、飲食系の動画っていうのを完成させればいいんではないかなと思います。まずね100本200本300本と作ってみてください。もう特に今回ラーメンでいくと、カップラーメンでいくというふうに、カップラーメンじゃない、袋ラーメンかインスタントラーメンでいくっていうふうに決められたわけですから、もう、あ、こんなインスタントラーメンがあったのみたいなね、驚かせるようなね、そんな動画をどんどん出していけば、きっとその袋ラーメン、カップラーメン、それからインスタントラーメンのね大御所になれるんではないかなと思いますよね。第一歩のラーメンの動画ありがとうございました。それでは失礼します。